はい、皆さんこんにちは、島田裕介です。このチャンネルでは、お金に関するこう考え方とか貯め方、使い方、増やし方とかですね、いろんなお金にまつわる話をしてるんですけども、おそらくこのチャンネルを見てくれてる方のステージが皆さんそれぞれバラバラだと思うんですよね。例えば、今全然貯金がない人もいれば、ある程度貯金はある、これから投資してみようとか、いやちょっと実は借金があってっていう人もいると思うんですよ。なので、結構いろんな相談を受けるので、ちょっとステージごとにこういうふうに戦略を立ててったらいいですよっていうのをちょっと今日皆さんと一緒に考えていきたいなと思うので、最後までご覧ください。それではどうぞ。ということで今日はですね、ステージごとのお金の作り方っていうのでちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、ステージ4つあります。1,2,3,4 というのでちょっと上げてみたんですけど、まずステージ1に関してはちょっと借金が今あってなかなか生活が苦しいですよっていう方向けのお話になります。ということで、ステージ1はですね、実は借金の問題を解決するところから始めましょうっていうので、このチャンネルでもいろんな借金の解決方法っていうのをご紹介をしてきたんですよね。例えば任意整理がありますとか、個人再生があります、自己破産がありますとか、もしくは場合によっては過払い金があるかもしれないし、時効によって借金が消えるかもしれませんっていうのでお話をしてきたんですけど、やっぱりまずは自分の家計を改善するっていうのがステージ1のお話になってきます。その中でどういった方法がいいのか、自分はこういう方法が使えるんじゃないかっていうのはもちろんその人によってまた違ってくるので、これはですね、専門的な知識が必要になってくるので、できれば弁護士さんとか、司法書士とかにですね相談をして、判断してもらうといいのかなと思います。で、今結構、最初の相談ってお金がかからないというか、無料相談やってる弁護士さんとか司法書士っていうのも結構増えてきたんですよね。なので、そういうところを一旦活用してもらうといいのかなというふうに思うので、まずは電話とかですね、メールでちょっと相談をしてみてください。同時並行で、進めていきたいのがやっぱり家計の収支を整えるっていうところからになります。もちろん収入を上げていくっていうのも大事なんですけど、それ以上にこう支出、自分が出てってるお金を見直すっていうのが大事なフェーズになってきますので、単純にこう、収入よりも支出が大きいので赤字になってるっていう方はどうやったら支出を削るかなっていうのをちょっと考えないといけないんですよね。収入を増やす方法っていうのも転職とかがあったりしますけど、時期にもよるし、で支出を見直すって方が一番手っ取り早くできるっていうのがあるので、まずはそこからやってほしいなと思うんですが、支出の見直し方についてはこのチャンネルでもいろいろとお話をしてきたんですけど、大きい支出、例えば自分が今払ってる家賃とか住宅ローンとかですね、住居費っていうのが一番大きいんですよ。できれば自分の収入から毎月入ってくる収入のできれば 25% から3割ぐらい、 30% ぐらいで家賃を抑えたいなと。ちょっと今、自分の家賃が高すぎるなっていう人は引っ越しを検討してみるとかですね、住宅ローンが高い人はちょっと借り換えを検討してみるとかっていうのもあると思いますし、で家賃、そして保険料ですね、いわゆるこの高い固定費のところを、あとは使ってないサブスクとかですね、見てないのに毎月会費払ってるとか、そういうのあるじゃないですか。そういうのをまず削っていく、大きいところから固定費の見直しをやっていくっていうところからまずはやってみましょう。それでまずは黒字化、自分の家計が収入と支出のバランスを整えていくっていうのがステージ1になります。で次に、ステージ2の方、ここはですね、月々の生活はできてるんですけど貯金がない人ですね、貯金が計画的にできてない人がこのステージ2になります。でこの方はですね、このチャンネルでもお話をしてるんですけど、先取り貯金ですね、毎月自分の給与が入ってきたらそこから2割、ちょっと厳しいなっていう人は1割でも構いません。まずは先取り貯金を実践してみる、もしくはちょっとそれでもやっぱり厳しいなっていう人はもう強制的に、給与から天引きされる財形貯蓄ですね、会社が銀行と契約してるっていうのが一つ条件にはなってくるんですけど、先取り貯金とか、財形貯蓄制度を利用してまずは貯金をしてみましょうっていうのがポイントになってきます。これ利用するときに目標金額やっぱり決めた方がいいと思うんですね。いくら貯めようかなって分からないとゴールもなかなかできないので、一つ、目安としてはですね、まずは100万円を、まずは貯金の目標としてやってみてはどうかなというふうに思います。100万円を貯金目指すためにはやっぱりこの家計のバランスっていうのも大事になってくるんですね。もちろん赤字だったら全然溜まっていかないので、まずはステージ1で言ったように黒字化をする、で次にステージ2で100万円を目指すっていうのがこのステージ2のポイントになってきます。でここからですね、ある程度もう自分は貯金もできた時、よし100万円いったっていう方はですね、次は念願の投資フェーズっていうのになってきます。投資、やっぱりずっと今定期預金してるとか普通預金してるっていう方もいると思うんですけど、お金が残念ながらたまりません。なんでかというと金利が安いからです。つまり利回りが低いっていうことなんですけど、定期預金とかでいくと 0.01 とかですね 0.03 とか、本当にこう
全然お金がたまらないような話なんですけど、これからは貯金っていうよりも投資をしていかないといけないよっていうのはもうこのチャンネルを見てくれてる方はご存知かなと思うんですけど、ステージ3はまさにそこです。100万円の貯金をどうやって投資に分配していくかっていうのがめちゃくちゃ怖いと思うんですよ。怖いんですけど慣れてしまえば結構簡単です。なんかこうよく自転車の乗り方って慣れてしまえば簡単じゃないですか。でも慣れるまでがやっぱり大変だと思うんで、最初の勉強がまさにそうだと思うんですよ。大変だと思うんですけど、一回こう理論とか考え方分かってしまうとそんなに資産運用っていうのが難しくないというか、やってるできるかなと思うんで、どうやってお金を増やしていくかっていうところなんですけど、大体このチャンネルでもご紹介したいんですけど、4つですね。まずは1つ目は株式投資をやってみる。僕はあんまり好きじゃないです、株式投資は。やっぱり個別で投資していかないといけないので、こう乱高下があるしね、ちょっと読めないんで僕はあんまり好きではないです。で2つ目に、投資信託で、3つ目に不動産投資、4つ目に国債。大体この王道4つを使ってやっていければなと思うんですけど、もちろんこれ気をつけないといけないのが、何も勉強せずにいきなり投資ってやっぱりやめてください。それはもう失敗の元になるので。あと気をつけないといけないのは、まず銀行とか証券会社行くじゃないですか。で行った時に銀行員とか、その証券会社の営業マンが勧めるものを鵜呑みしちゃダメです。ダメです。必ず自分で判断をして、あ、こういう仮説のもとこういう投資をするっていうのをちゃんと根拠づけてやっていかないと、それは失敗します。やっぱり彼らももちろん成績があったりとか、営業マンなので自分が売りたいものもあるし、やっぱりその成績の会社の方針で売らないといけないものっていうのもあるんで、あんまりそういうところを鵜呑みしてはダメです。なのでまずしっかりやるには自分で勉強してからやるっていうのがスタートなんですけど、で僕はおすすめなのはですね、不動産投資もやっぱりある程度まとまったお金があるし、株式はさっき言ったみたいに僕はあんまりやらないしというので、長い目で見るとおすすめなのは投資信託です。投資信託からスタートしてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で投資信託も別の回でご紹介したんですけど、イデコとか、あとはニーサとか積立ニーサとかですね、そういうのがあるので、そういうのを利用すると非課税も使えるし、自分のお金が残りやすくなるのかなというふうに思うので、まずそういうのからやってみるといいかなというふうに思います。で最後、ここまでもうちょっと投資もやってきた方、この番組見てる方もですね、もしかしたらいるかもしれないですけど、ステージ4、最終ステージなんですけど、お金にお金を稼いでもらうっていう仕組みができてる人です。まさにさっきのお話しした不動産投資とか投資信託って、自分が稼いできたお金をさらにお金に稼いできてもらうっていう感じなんですよね。自分が働いて稼ぐというよりは、お金がお金を生むっていう仕組みをもう構築してる人ですね、作ってる方なんですけど、その方たちは実際にもうお金を増やす仕組みが今できてる状態です。お金を増やすっていうのはもうその目的なくて、あくまで手段なんですね。で今度はじゃあそのお金を使ってどういうことをやっていくのかっていうのをちょっと考えてほしいんです。例えば何か趣味に使ってもいいですし、それを使ってまた次の資産形成のために増やしていくっていうのもいいですし、家族の旅行に使うとか、自分の幸せのために使っていくっていうのが大事なフェーズになってくるんで、お金をですね、自分が幸せになるためにはどういうふうに使うかっていうのをちょっと考えていくフェーズかなと思うので、もちろんその寄付をするとかいうフェーズでも構いません。なのでまずは仕組みを、作っていくっていうのが大事で、その後最後は自分の幸せのためにどうやってお金を使っていくのかっていうのが大事なところになってきます。ということで今日はですね、ステージ 1,2,3,4 ちょっと紹介をしました。まずステージ1の人は、できれば自分の借金を減らして、で借金がない人は自分の収支ですね、収入と支出のバランスを整えるのがステージ1で、今度ステージ2の人はまず貯金をしましょうと。で先取り、貯金とか財形貯蓄制度とかを使って貯金100万円をまずは目指そうと。でステージ3の人はじゃあその100万円を使って投資をしようっていうフェーズになります。で投資は何にするのかっていうと、株とか投資信託とか不動産投資、あとは国債とかですね。で何からやっていいか分からないっていう人は、僕はおすすめは投資信託からぜひやってみてください。で最後にステージ4の人は、お金がお金を生む仕組みができてしまえば、あとはどうやってお金を使うのか、自分の幸せは何なのかっていうのを考えていってみましょうということで、どれから自分のステージに応じて実践してみてください。ということで、Twitter でもですね、情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。